20世紀特急はニューヨークセントラル鉄道のニューヨークシカゴ間の特急列車で1902年に登場1967年に廃止された木造客車時代の20世紀特急流線型編成の登場時の広告ポスターニューヨークセントラル鉄道のニューヨークシカゴ間のメインラインはハドソン川及び五大湖の湖岸を走行する ウォーターレベルルートと呼ばれる路線で、競合相手のペンシルバニア鉄道のルートに比べると、やや距離は長かったが、勾配が少なく、高速運転には有利な路線であった。すでにこの路線では、エンパイアステート急行など数々の列車が運行されていたが、競争の切り札として運転が始められた列車が、20世紀特急である。 列車の特徴は高速運転と設備の豪華さにある。当初からこの区間を20時間で運行し、ディーゼル化が行われた1950年前後には15時間30分の走行を実現している。これはドイツやイギリスの同時期の高速列車に比べればやや劣る数字であるとは言うものの、1 0 0 0トル以上の長距離の高速運転の実例としては、当時他に 例はなかった。ルート上には、クリーブランド市などの大都市が存在したが、高速運転を実現するために、列車は、シカゴとニューヨークの近郊の数駅に停車した他は、ノンストップで運行した。列車は、長らくの間、座席車を連結せず、プルマン寝台車のみを連結する、寝台列車オール、プルマン列車で、乗車にあたっては、プルマン運賃、寝台料金の他、 高額の特別料金が必要であった。1930年代までアメリカの寝台車は開放式寝台車が主体であったが、この列車に関しては同時稀な存在であった。全個室の寝台車両が何両も連結されていた。料金は高額であったが、列車の人気は高く、数分の間隔を置いて続行運転を行うことが通例で、 多客機には7編成を同時に運行させた記録が残っている。1938年には流線型車両に置き換えられたが、この編成の寝台車は全個室で、会社は全個室の寝台列車をセールスポイントとした。豪華列車としての20世紀特急の終焉は1958年のことである。この年、ニューヨークセントラル鉄道は、 寝台専用列車の運行を休止、座席車と割安の運賃、料金で利用できる小型の個室寝台である、スリーパーコーチなどを連結。列車は、庶民的な列車となる。その後、鉄道事業の経営の悪化により、列車は1967年に廃止となった。j 三クラス展望車ヒッコリークリーク、レイクショア特急。ありがとうございます。